今日はマイナーチェンジしたカローラシリーズを乗ってきましたが、このカローラスポーツセダンツーリングと3台乗ってきたわけですけど、はい、全部どれもしっかりと変わってきてますね。ね、途中でもお話ししたんですけど、化粧直しではなくて、化粧はあんまり変わってないんだけど、はい、中身がしっかり進化してきた。そうですね、まあ、トヨタの底力を見てるという私はそういう気分で乗ってたんですけど、なんかこうベタですけど、はい、豊田社長のもっといい車を作ろうよっていうのがなんか本当浸透してきて、はい、もっといい車ってちょっと外観を手直ししてあと何年か鮮度を持たせるってことじゃないよねっていうところに帰結するような気がして、やっぱトヨタは本当変わったし、変われるだけのまさに底力というか素養がちゃんとあったってことですよね。そういうことですね。そう、今まではもしかしたらそういうのってなかなかそれでいくら売れんのみたいな感じはあったのかもしれないけど、はい、今のトヨタはそれをしっかりやってくる、でそれがお客さんにちゃんと伝わるんだってことをまあ分かってるとも言えるのかもしれないですね、うん、でセダン、ツーリング、うん、スポーツですけど、はい、それぞれにやっぱキャラがね全然違いますね。まあ、どっちかというとセダンとツーリングは比較的、うん、走りに関しては似てるのかなと思いましたけど、そうですね、はい、柔らかい感じの、そうですね、穏やかな感じのね。でスポーツの方がなんかどう言えばいいんですか、全部1個なんか遮音材とか持ってる雰囲気ですけど、持ってる感じがしませんか。わかんない、なんかね、まあ遮音材とかは重量を見てもそんなにやってないかなと思うんですけど、まあ、ただねシャシーのやっぱりいろんなものが結局これ幅広いじゃんとか、うん、そういうなんか空間的な有利があるんじゃないかなみたいなことはちょっと思ったりしたんですよね。まあ、確かにね、数センチ1745がセダンツーリングなんですよ、はい、だからまあこれはグローバルサイズでそのままなんで、はい、まあ別にシャシーが広がってるわけじゃないんですけど、まあ、空間あれば静かにする方法もいっぱいあるし、うん、とかね、まあ、まあそういうことかなみたいな、僕もはっきりとしたことが分かったわけじゃないんですけど、それは思いましたね。なんかまあ単純にいい車感があるよね、はい、みたいなね。キャラ分けははっきりしていて、走りが欲しくて、まあ、よりスポーティーなものが欲しいならばこれはカローラスポーツに行った方が当たり前のこと言ってますけど、はい、でも本当そうですよね、はい、ちゃんとそういう狙い通りのものになってるよねと。スポーツという名前がなんかそれこそ GR なんとかみたいなパワーとかサーキットとかじゃなくて、日常の軽快なスポーツ感、はい、ね、打てば響く感じみたいのはあるよねと、まあ、今回特にエンジン変わってそれが結果的には増した感じはします。でそうしてカタログを見てるとですね、これがスポーツはまあ220万円スタートなんですけど、はい、まあ普通に悩んでいくと350万円ぐらいいっちゃいますね。まあ、難波さんのような何でも欲しがる人は、はい、言ってしまうかもしれませんけどね。そのスポーツに、スポーツだけに ABS ついてるじゃないですか、はい、設定があるんですね。そうなんですよ。でもそれも、GZ しかないんですよね、はい、だからもう自動的に GZ になって、でどうせ買うならこれハイブリッドじゃないな、そして ABS つけて、しかし今座ってるこの音側シート気持ちいいよなとか考えると、うん、もうそれで300何十万円いっちゃうんですよね。そうですね、まあ今日乗った車も350万ぐらいでしたっけ、はい、まあなってましたね全般にね。まあだけど本当逆にオプションの選択肢がすごく多いんで、はい、まあ、何でも ついてないから選なんかそうだという言い方はできるんだけど、逆に言うといらないものは頼まなきゃいいっていうことができるんですよ ね。例えばこの地位置くだけ充電とかね、はい、これオプションじゃないですか。そうですね。でもまあそれはあればあったで便利だけど、はい、まあ別に、ね、そう1万なんぼか、まあなしでいいやっていう買い方できるんですよね、はい、それはユーザーにとってありがたいじゃないですか。そうですね。でそしてそれが何もついてない仕様を買えば、まあ、220万円なんですけど、はい、220万円仕様で買ってもプロアクティブドライビングアシストついてるし、そう、ね、でレーントレーシングアシストついてるし、はい、自動ホールド機能こそないんですけど、うん、アダプティブクルーズコントロールはついてると考えると、はいはい、まあ、それ以外のところは例えばナビゲーションだったりとかその地位だとか、うん、そういうのってまあなんとかなるわけじゃないですか、後からでも。そうですね。だから、まあ、それで買っちゃうというのが一つこれはありだなという思いますね、うん、セダンもツーリングもスポーツもそのよく考えられたいい値段になってる。そして、はい、安いよねっていうね。安いですね、うん、だって税抜きね200万円ですよ。というかセダンだったら199万円です。199万円があるんですよ。だから税 10% 税抜きだったら180万円ってもう昭和の値段とそんなに変わってなくないですか。本当そうなんですよ。91年ですか、はい、100系のカローラが出た時、はいはい、エアコンが標準装備になって、うん、でなんかね SE だったかな、はい、145万円ぐらいだったんですよ。それみんなすごい非難したんですよ。高くなったなるほど、はい、あれから2割ぐらいしか高くなってないんですよ、はい、だってねエアコン
だし自動ブレーキもちろんついてるし、アダプティブクルーズコントロールもついてるわけですよ。広く大きくもなり、はい、車種のポテンシャルが格段に上がり、うん、でもあれからあの時145万、まあ、150万円ぐらいだった車が、はい、今もまあそういう意味で言ったらまあね180万90万とかで買えるわけでしょ。でしかもねグローバルモデルだからといってグローバルのやつをこう流してきてるんじゃなくてちゃんと日本専用ボディで作ってるわけじゃないですか。そうですね、日本の使いやすさを考えたサイズになっている。これはこんなちょっとしか売れない市場のためにここまでやってくれるのは、まあ、日本人としてありがとうというしかないですね。まあそうですね、あのもちろんやっぱり日本で生まれた車だし日本にこの車大好きっていう人たちがいっぱいいるっていうことを分かってるけど、だからといってそれはできるのはやっぱトヨタだからだよねということなんでしょうね。言うしかないですよね。特にこのプロアクティブドライビングアシストはね多くの人はまだ体験してないと思うんですよ。だって BG4X とノアついてるんですよね。ノアボクシーつきましたね、はい、そしてまあ、はい、そう、そのあたりからの車は全部ありますけどね、うん、からじゃないですか、はい、それってだってまだここ1年、今年の話なんで、はい、ほとんどの人は経験したことないと思うんですけど、はい、今もね私足離してるんですけど勝手に、減速自然にしていきますからね。正直言って自分で運転するよりうまいんじゃないかという、まああの自動運転じゃないので、はい、最後まで面倒見てくれるわけじゃない。ただこう、はい、サジェスションしてくれるって感じですね。そうですね。そうか、最初についたのは NX だから正確には2021年の、うん、まあ、秋ぐらいに出たんですね、はい、そう最初は何だろうと思ったんですよね。ですよね。そうでも実際こう街中とかで使ってみるとね、はい、NX の時は試乗会がね山の奥だったのであんまりよく分かんなかったんですけどPG4X に乗った時の私はこれはすごいと思いましたね、うん、ノアボクシーみたいな車にね、はい、だからそう、まあ、カローラもそうですけどこういう車につけてくるっていうのがトヨタのまあねすごいとことか、ね、まあ、今のトヨタはそれがすごいっていうか、まあ、当たり前にそういうことをやる会社なんですよね、ブランドなんですよね、はい、本当はだってこれってねもうちょっと高い車から順番に使っていってもいい機能じゃないですか。あの何を言ってるかわからないかもしれませんけど要するにこう周辺交通状況にこう合わせてくれるっていうんですかね、はい、そういう機能、まあ今ブレーキとかが本当に分かりやすいんですけど前の車がもう止まりそうだったらアクセルオフすると普通は割とこう空走していくようにこうパーッと車って行っちゃうところを前に車止まってるよって時にはあえてね減速 G をちょっと出してくれるんですよね、はい、そのままほっといて止まってくれやしないんですけどあ減速だなって気づいてあのドライバーがそこから操作できる、だからそういうまあ、予知というか予兆を感じて周辺交通状況からね何をすべきかっていうのを車にが、ドライバーにこう、ね、教えてくれるみたいな。そして最初にちょっと減速 G かかってる状態からブレーキ触るからすごい楽じゃないですか。ああ、そうですね、自分で最初の G をコントロールしなくていいというか、うん、それがねなんかこう滑らかなんですよね、うん、そうだから僕は本当これ半自動運転になんかなっていくような感じというか、はい、そう何かを肩代わりしてくれるわけじゃなくてその取っかかりの部分 あなた今こうした方がいいですよを、ね、教えてくれるみたいなものが、まあ、当たり前のようについているということですね、うん、200万円の車に、はい、これは他のメーカーはこれに追いついてこれるのかなとかちょっと思っちゃいますよね、まあ、それはそういう、うん、国産税だけじゃないですよ、はい、海外税も、ね、1000万円ぐらいの車にしかこういう機能ってまだついてないじゃないですか。まあ、あのバッテリー V なんかで回生の切り替えでね例えばメルセデスベンツの D オートみたいなモードですよね、はい、そう回生を前に車がいると強めに取ってくれる、まあ、それってどちらかというともしかするとその回生にあの紐づいてるように、運転しやすさしにくさよりもできるだけ回生を取りたいというバッテリー V の事情みたいなものが、まあ、もしかしたら強いのかもしれない。でもこの車は別にね今乗ってるのはあのハイブリッドですけど、はい、カローラガソリン車もね普通にあるわけで、はい、そういう車にもついているだからこれは明らかに運転に効くで安全運転とかにつながる装備だとトヨタは判断してるわけですよね、うん、あの運転楽になったよりもやっぱ安全っていうところです。楽になったから自分がこうなんですか怠けちゃう機能じゃないじゃないですか。そう、うん、そうですね、あの促してくれるっていう感じなんで、そうですね、なんかこう一緒になって運転してくれるっていう感じですね、はい、そういう、うん、ものがついている。まあまあカローラの魅力はそれだけじゃないですけどね、はい、あとはやっぱ取り回しのしやすさを思いません。 それはもう特にセダンワゴンこの1745サイズの、ね、この取り回しは驚きですね、もう、ね、体と一体化してる感じですよね。あのサイズだけで言ったら例えば軽自動車の方がちっちゃいわけですよ、はい、だけどこのカローラのなんだろうなこの居心地のいい空間とあと車の動きとこの手の内感のあるサイズの、はいマリアージュがいいんじゃないかなと思うんですよね、はい、もう人間が
100年間乗ってきた車のあるべきサイズなんじゃないですかこれがここが、はい、まあやっぱりこの車はベンチマークというかスタンダードというか、うん、そういうものだなっていうのを改めて感じますよね。で同時にやっぱ中に乗り込むと室内空間も理想的じゃないですか。セダンとかね、で後席の頭の上とか握り拳が2個入るぐらいの空間が私の身長だったら、うん、つまり身長190ぐらいまで座れるわけですよ、うん、足元のスペースも、まあ、座面長含めて必要の十分のちょっと上なんですよね、うん、そうですね、はい、これ以上、まあ、もちろんトヨタとしてみたらこれでは多いよっていう人は別にコンパクトカーがあるし、これ以上を求めるならばもちろん大きい車もあるし、はい、ミニバンもある SUV もあるよ。だけどカローラは常にその時代時代にみんなの欲しい真ん中をしっかり提示するみたいな感じ、うん、物差しみたいな車なのかな、はい、ということをちょっと思っちゃいますね。なのでまあ GR カローラが登場して GR カローラの試乗をお届けしたすぐの話になるわけですけど、はい、いやーすごいですねカローラカローラって本当に先代まではなんかちょっとどんどんねちょっと長期低落傾向でというか、はい、本当にねで実はデビューして良かったのって二十数年の話なんですよね、うん、そっから後っていうのはなんかどうしていけばいいんだろうとバブルが弾けた後、はいね、なんとなくカローラに対する人々の気持ちがちょっと離れていって、うん、憧れのものとかじゃなくなってしまって、うん、っていう方が実は長いと言ってもいいぐらいの話なんですよね。それがようやくこのモデルで蘇った、はい、だからその間にはカローラという名前をねやめる話も当然あったと思うんですよ、うん、まあ、実際ヨーロッパではオーリスになっちゃったわけですからね、まあ、日本でもねそう、はい、ハッチバックはオーリスだったわけですよね、はい、だけどこのカローラというまあなんかもうカローラって名前みんな聞きすぎてて親しみすぎてて新鮮味ないかもしれないけど、はい、これ花冠という素敵なね意味を持つ言葉なんですよね、うん、いいじゃないですかなんか、はい、それがこう残ってかつリバイブしたっていうかね、うん、それはね僕はすごいなんか嬉しい話というか、まあ、カローラ好きなんで、はい、カローラレヴィンでしたけど最初乗ってたしね、はい、とかそういうのもあってそうカローラっていう車がカローラという名前のままでこうやってこう蘇ったことにはねすごくなんか、うん、なんかなんかちょっと思い出みたいなものがねあるんですよね、うん、だから今回の車もマイナーチェンジ手抜きなしで、ね、進化してて良かったですね、はい、これはまず一回乗りに行ってみるべきですよ。あの電気装備含めて、まあ、やっぱ今のベーシックってこういう車なんだなと。あ、そうですね、スタンダードというんですかね、うん、そうだな。どんな車を買うんであれこれ知ってるとちょっと違うかもしれないですね、はい、走りもいいですよ。